毎年恒例の日系社会最大の夏祭り、二世ウィークフェスティバルが始まりました。リトル東京の全米日系人博物館で23日日曜日、オープニングセレモニーが行われ、フェスティバルの関係者や協力団体が出席しました。このセレモニーはジャパンハウスロサンゼルスと JBA 南カリフォルニア日系企業協会のスポンサーで行われ、二世ウィークファウンデーションに寄付のチェックが手渡されました。1930年代にリトル東京の活性化と日系文化の普及を目的に始まったお祭りも今年で77回目。実行委員長のレイトン橋本さんは、いろいろな人種の人に参加してもらい、お互いの信頼を築けるようにしたいと述べました。メインイベントとなる8月20日のグランドパレードでは、今年のオフィシャル音頭として坂東秀富さんの振り付けによる日の国太鼓と手のひらを太陽にの2曲が披露されます。またグランドマーシャルはホーム博士のローズ・オチさん、パレードマーシャルはジョッキーのコリー中谷さんが務めます。そして今年の二世ウィーククイーン候補者たちがお披露目されました。ロサンゼルス各地の日系団体から推薦された7名の候補者たちは、8月19日に行われるコロネーションボールに出場し、2017年度新女王が決まります。We have a lot of people that have been involved with Nisei Week for a while, but to make sure that we can get the younger generations involved, we have to have activities that, you know, they want to be able to show up at. Nisei Week Festival は今後およそ1ヶ月間にわたり、リトル東京を中心に様々なイベントが行われます。詳細は Nisei Week のウェブサイトで確認できます。Come join us for the 77th Nisei Week Japanese Festival. Woo!オープニングセレモニーに先立ち、日系コミュニティの可愛いプリンスとプリンセスを決めるベビーショーが22日土曜日、リトル東京のセンテナリーユナイテッドメソジスト教会で行われました。ベビーショーは毎年二世ウィークに合わせて行われています。1歳から6歳までの子どもが応募でき、応募者の中からプリンスとプリンセスが選ばれます。今年もロサンゼルス各地から多くの子どもたちが集まりました。コンテストは年齢別3部門に分かれ、日系コミュニティを代表する審査員たちにより、子どもたちの笑顔、個性、元気の良さを基準に審査が行われました。Q&A では司会者との可愛らしいやり取りが見られました。4歳から6歳1ヶ月までのジェットセッターズ部門では、クリスチャン君とカミーユちゃんが優勝。その他の部門の優勝者にもそれぞれクラウンとトロフィーが手渡されました。ねえねえねえ、Let me love you. Let me love you. Thank you. Thank you. プリンスとプリンセスと入賞した子どもたちは8月20日に行われる二世ウィークグランドパレードに参加します。ガーデナ仏教会によるお盆祭りが8月12日と13日午後3時からガーデナ仏教会で開催されます。盆踊りをはじめ、日本食ブースやゲームなど大人も子どもも楽しめるイベントです。詳細はご覧のところまで。北米沖縄県人会によるサーターアンダーギー料理教室が8月26日土曜日午後2時から OAA センターで開催されます。申し込みの締め切りは8月21日。詳細はご覧のところまで。ソーカルジャパンはインターネットでもご覧いただけます。 utbhollywood.com ソーカルジャパンのページにアクセスしてください。